ドラマは、韓国の5人組男性アイドルグループトゥモロー、X トギャザーの楽曲である。2020年8月19日にバージンミュージックより、日本での2枚目のシングルとしてリリースされた。ドラマは、友情にもがくティーンエイジャーの姿をポップなサウンドに、乗せて表現した楽曲。学校の人気者と、偶然仲良くなり、魔法のような時間を過ごしていた、主人公が、僕は、 ただのエキストラで、これは自分のためのドラマではなかったと気づくというストーリーが描かれる。シングル、ドラマには、同年5月18日に、韓国でリリースされた、ザ・ドリーム・チャプター・エターニティの収録曲、ドラマ、キャント・ユーシー・目の日本語バージョンと、初の日本オリジナル曲となる、永遠に光れが収録されており、1月にリリースされた、 マジックアワーから約7ヶ月ぶりとなるシングル第2弾となる。販売形態は DVD 付きの初回限定版 A、B、36ページフォトブック付きの初回限定版 C、CD のみの通常版、通常版とはジャケットデザインが異なるウェバースショップジャパン限定版、ユニバーサルミュージックストア限定版の全6種類となっている。なお、初回限定版 A の DVD には ドラマ、ジャパニーズバージョンのミュージックビデオとそのメイキング映像、初回限定版 B の DVD にはジャケット撮影のメイキング映像が収められる。また、全形態の初回生産分にはシリアルナンバーが封入され、特典としてメンバー個別オンラインイベントが開催された。6月24日、約7ヶ月ぶりとなるシングル第2弾のリリースが発表され、同日より、 CD の予約受付もスタートした。6月30日、ジャケット写真が公開された。それぞれバレーボール部をコンセプトにした学生スタイルの異なる写真が用いられている。7月29日、ドラマのスポット映像が公開され、8月7日18時にドラマ、ジャパニーズバージョンの先行配信がスタートすることが発表された。さらに、初の日本オリジナル曲、 永遠に光れがテレビアニメブラッククローバーの9月1日から放送される新オープニングテーマに決定した。8月7日に先行配信されたドラマジャパニーズバージョンはラインミュージックのリアルタイムソングトップ100ランキングと BGM& 着タトップ100ランキングにて1位を獲得した。また、オリコンチャートの週刊シングルランキングでも3位を獲得した。 9月10日、日本レコード協会によって2020年8月度ゴールド認定を受けたことが発表された。また、永遠に光かれがテレビアニメ、ブラッククローバーの新オープニングテーマに起用されたということもあり、オリコンの週刊アニメシングルランキング、週刊アニメ合算シングルランキング、月刊アニメシングルランキングで、それぞれ1位を獲得した。8月10日の TBS 系列、 CDTV ライブ、ライブ、翌日の日本テレビ系列、スッキリ、21日の日本テレビ系列、バズリズムレイニーでは、ドラマ、ジャパニーズバージョンを披露した。8月16日の富士テレビ系列、ラブミュージック、21日のテレビ朝日系列、ミュージックステーションでは、Can't You See Me? ジャパニーズバージョンを披露した。ありがとうございます。